前回の動画、仮面ライダーガイムで通常のアーツなのに真骨頂って言っちゃってましたが、あれは間違いです。ガイムは購入当初にスタイルの良さから、これなら真骨頂って言ってもいいんじゃないの？って思っていたもんだから、脳内でガイムは真骨頂って勝手に思い込んじゃっていました。どうもすいませんでした。お疲れ様です。ヒーロー参上クレンジャーのヒロです。いつもご視聴ありがとうございます。いやー、やっちゃいましたね。以後気をつけますのでお許しください。今日は SH フィギュアーツ真骨頂製法ライダーマンが届いたので、いつものごとくバイクに乗せてみました。通常のレビューはすでに多くの方が動画をアップされているので、差し替えパーツや旧フィギュアーツのライダーマンとの比較などは簡単に流しておきますが、細かい部分の比較はまたの機会に動画にしたいと思います。ライダーマンマシーンのベース車両はスズキハスラー TS250。 特に装飾を施されておらず、ベース車両がそのまま使われていました。ハスラーって聞くと人気の軽音を思い浮かべますが、スズキやホンダのように2輪と4輪を扱っているメーカーは、このハスラーみたいに2輪で使った車名を4輪で使うことがありますよね。今回のライダーマンではバイクのハンドルを握らせるのにちょうどいいハンドパーツが付属していますので、それに差し替えてバイクに乗せてみたいと思います。後半では V3 とハリケーンも登場させていますので、最後までご覧くださいね。
旧フィギュアーツのライダーマンには口元の差し替えパーツがついていました。真骨頂を歌っていながらキャラクターの表情を変えることのできるこのパーツがなかったのは旧フィギュアーツよりも手を抜いているように思えて残念ですね。あと付属のロープも旧フィギュアーツより随分と太いです。ということで今回の動画はここまで。動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価、コメントなどもお願いします。それじゃあまた次回の動画で。ヒーロー参上クレンジャーのヒロでした。バイバイ。